お、お、来たー、や、来たー、嬉しい、ふぅー、けえへんと思ってた、ほんまに来たで、ね、今日も来たで、え、3月30 5時17分来たで、ええ感じは風もないし、今日はブリさんと約束してるけど来るかな、また寝坊されたりして、買ってきたで、ホールエディションギャロップ軽村、超過情報に負けて買ってしまった、当たるかな、赤銀の 30g 欲しかったけど売ってなかった、ベコの時間計もね、じゃあこれから行こうか、ノーマルの張り分けできるかな、張り交換する暇なんかなかった、ああ頼んないな、やっぱ純正は、車止めた横の人、まさかのサインくださいの人やった、ブリさんけえへんかな、サインください、懐かしいな、ドキドキタイムやで、もうこれ5時20分で、今日もタモとロッドだけ磨く、でも今日は釣り人多いな、投げてるでもピャッピャッって言ってるで、うさぎもな寝坊してそうやな、さあ入魂するぞ今日こそ、おいニュー、ボラは入れたくない、ボラは入れたくないで、うん、お、あんまり下がれへん、あ、16度あるやん、おお、もうほらもう回ってくるわ、この大潮前で青に人口が入ると思ってんやけどな、うわ絶対あさっていいと思うんやけどな、流しを2日目旧暦の10分を超えてるから、はい、ほんま釣れるんやったらこの間の流しをぐらいから当たってな、はい、当たるか姿見えてらなあかん、僕この間姿見ましたよ、あれ目白かどうかわからんけどな、旧の1日やんか、はい、これやったら15から絶対釣れ出さなあかんねんけど、釣れてないですね、明日か、昨日中途半端な雨に頼ってかなと思ったんだ、ああ16度だったらもう余裕っすよね、うん、余裕去年の12月初旬頭ぐらいの水温と一緒っすよ、明日行きましょうよ、どこよ、人工島、明日俺人工島、あ、じゃあ出泉を釣る、ああそうか、ああそのまま行ったらいいか、まだトップでは反応せえへんやろな、え、ブリ青も、はい、そこまでまだ水温高ないやろな、ねえ、まあでもフェード入ってきたら水温関係なく出るからな、まあナブラ起こるぐらいになればね、そうさあピーも巻き替えたし、いい、はい、行くで、はい、ギャロップホールエディション、ケイムラこの色しかなかった、見えねえかな、行くで、5時20分投げるで、ピー巻き替えたで、ピーちゃんは乗ってやり直したからバッチリや、
軽ブレードも何もいらんもんついてへんからな。これは軽い。満月や。満月映ってるか。今日は長潮一日目やからちょっと欠けてるな。はい、そうですよ。あ、いいですよ、いいですよ。サインの人来た。今日釣り人多いですね。止まってましたね、何台か。はい、誰もおらへんので、お互いちゃう方投げたら全然大丈夫なんで。もう水路の方ボラいっぱいいてますね。はい、あそこはもわもわもわなってますわ。ピー直結でも切れへんかったっすわ。ねえ、昨日クスクくすくすさん来てね、くすくすさんここ来てね、ブリみたいなあたりガツーンって来たらしいんですよ。ほんで巻き上げてきたらボラやったらしいです。狙ってもないのにここで。え、はい、ここでブリ来たーって思って巻いてきたらボラやった。あっちで水路のとこでやってたら分かるんですけど、ここでボラ来たらね、だいぶショックっすよね。昨日某所 B で釣りしてたんですけど、夕方、はいはいはい、ベイトまみれでしたよ。はあ、もうわしゃわしゃ泳いでてシーバス追っかけまくってましたよ。え、いや、チヌ釣りしてたから狙ってはないんで。夜中7時回った真っ暗でもボラバンバン飛んでましたよ。シーバスもバッシャバッシャやってるし、もういつもの6時ぐらいですね。いつもの6時ぐらいですね。もうもう余裕で見えますもんね。あ、はいはい、これですか。ああ、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに僕もポルトスライド。おお、僕10年前のポルトスライド。へえ、ミディアムヘッド。いや、軽い軽い、重たいっすよ。いや、僕のもっと重いっすよ。重すか。もっと重いっすよ。これか。いや、軽いんちゃいますか。おい、一緒っすか。こっちの方が軽いような気がします。いや、分からないです。銃つけてくるんで一回投げてください。ああ、はいはい。リールも10年前の。ああ、そうなんですね。そこそこ。そうですね。もうどこにおるか分からへんですけどね。ああ、そうですね。お、5時半。明るいで、かなり明るいで、これスローっていうか早いやん。本当に投げえな。やっぱり、やっぱりか。5時33分ブリさん来ない。南南東に12度ぬくいな。ぬくいで2回目やで、寝坊してたら。ブリさん寝坊してたら2回目やで。これ5時36分なの。おられないか。すっげーおるで。5時37おらん。周りに5人、6人ぐらい出るね。ボラ狙いか。なわけないかな。暑い、暑いで。もらったコーヒー、サインさんにもらったコーヒーいただこう。
ただきました。ポケットでコーヒーまみれやで、ね、よし。お、重たい 1.5キロ、 1.5 キロのジャンパー重いわ。よし、よし、熱い。5時45分、ルイさん来ない。暑いわ、ゆっくりできよう。もこれ釣れた汗かくで。もうですか。早い、もう開きました。まだ始まったとこですよ。これあの SC モッド。そうです、そうです、そうです。動画見てね、初めて今日 SC モッドしました。あ、そうですか。いつも FG モッド。ああ、あれややこしいでしょ。ややこしい。下手くそくすぐ抜けるんですよ。ああ、このくらい長いですね。ああ僕はもうSC でやったら簡単なんで、現地でやることはね、やっぱ一瞬で終わらしたいんで。もうナスカンとか作るとあっという間に終わるんでね。はい、カラビラで。そうそうそう、あ、そうそうそう、カラビラで重なったらダメですよ。ダメです、ダメです。そう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 、そうそうそう、あれ重ねちゃったり戻した時にきちっと先に行かへん方切れます。あ、はい、あそこがかなり重要ですね。あとはもうこぶさえ作っといたら全然。あ、はいはいはい、でかいのかかったらこぶで止まってますからね。こぶ残していつも僕締め終わっとくんですよ。ほんでずれてもこぶで止まるようにって感じで。ほなもうでかいのとバトルしたら、その1センチぐらい残してたやつがずれてコブで止まってますもんね。僕5ミリとか1センチとか、あんまり近くでライターで炙ったらあのピー熱で痛むんで、強度チェックするとき思いっきりそう引っ張るんですけど、ほなブチーっていきますもんね、あんまり近くで焼くと。残してます。あ、ほんまや、だいぶ出てるでしょ。PE の方もだいぶ出てました。はい、PE の方も短くしすぎたら中に入っていって、プロロロ中入っちゃったらもう緩んでプロロロって取れるんで。これやったら見えるじゃないですか、はいはいはい、あれが中に緩んでいって入ったらもうプロロロって取れるんで。 PE 側もライターで先っちょあぶって、はいはいはい、絶対ほどけへんように。買ってきましたよ、ギャロップホールエディション、マックスの超過情報でこれで釣れましたって2回出てたんで。あ、はい、もう ほぼ売り切れてました。はい、K 村これ1つしか売ってなくて、はいはいはい、あと 1,2 種類だと全部なくなってましたよ、はいはい、K 村あそこもわもわしてるでしょ。はい、だいぶ大きめ堤防の先っちょの左側、あ、はいはいはい、あれウーがついてるんですよ。黒いの、そうそう、ベイトか何か分かんないですけど、多分ボラかなって感じなんで。でもボラやったらあっちには集中するんでね、左の水路で。あ、これ、はい、はい、あれが気になってね、寄ってくるとき目の前まで来るんですけどね、はいはい、いや目の前来たとき僕ボラライ行ってました。はい、いや、シーバスで見えたんで、跳ね方シーバスやなと思って行って、シーバスでも絵が当たればなと思って行って。ボランとシーバスで一緒に泳ぎますよ。中にボラの子がおるからそれ食いに行ってんすよ。いつもボラの下に行ってたんで、はい、20センチぐらいの僕ヒット当たったんでね、この間もうボラの子やとか思って。5時58分か。今日ブリさんと約束してんのに来えへんすわ。あまた寝坊やん。
昨日やってて、行くわって言うて、ほんまに来るんすかって言ったら、行くよ、明日は大丈夫やって言うて、喋りが漫才みたいですか。おばちゃんも気になりますよ。おばちゃん、はい、普通のおばちゃんっすよ。どこにでもいてる。いや、散歩してるんですよ、毎日。はいはい、ほんで、僕ら釣ってるとこに来て、はい、ほんで、ぽい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 リリースしてるから、ちょうだ、それいらんのって言うから、うん、僕らはいらんって言って、ほんなら、ちょうだいって言って、それから始まって、去年やったかな、はいはい、去年の秋口、デカ味結構、バン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 入れ食いになってる時あって、はいはい、その時にそのおばちゃんがそのあれあれサビキのセット根掛かりかなんかしたかなんか切れてなくなって、うわもう釣りでけへんって言うから、僕大量に持ってたから、中国のコロナで輸入が止まったからサビキなくなるかもしれん言うから70セットぐらい買ったんですよ、はい、で車に積んであったからこれあげるって言って、ほないいのって言って、そっからよう仲良く喋るようになって、ほんで、ちょっとあげるあげる言うて、で僕、飲ませ用のちっちゃいやつ欲しいから、ちっちゃいのできたら欲しいって言って、おばちゃんはでかいのが欲しい言うから、いつも交換して、そっからの始まりです。で、僕が釣ってたら必ず来て、後ろで待ってますわ、あの釣れるのを。ああ、切ったら嫌やな。いや、ですよ。ブチー言うたらね、いきなり結んでだから。やっぱり軽いっすよ、これ。軽いっすか。軽いっすよ、全然ちゃうっすよ。お、右でよかった。僕、右しかかけない。僕もそうですよ。あ、多いっていうか、その先が柔らかい。柔らかい。僕のより投げた感じが。あ、すげえ。重さあんまり分かれへんな。あ、そうですか。うわ、すごい音する。キュイキュイって。あ、網？え？四つ網の会社の。あ、はいはいはい。八本網やったら、はい、目が細かいから。そこまで来ましたよ。もうそこまで来ましたよ。狙えば何かが釣れるかも。5時58分10年前のコルトスナイパーな。投げてみた。いい感じ。竿先が柔らかいかなって感じ。お、寄ってきたで。う、寄ってきたで。サインさんとこに寄ってきたで。6時5分や。ドキドキタイム通り過ぎてたな。ドキドキタイムスタートや。ブリさん来えへん、やっぱり寝坊か。見えてんの。ブリさん、お、6時14分ブリさん来た。寝坊じゃなかったんか。そっから降りれますよ、直接。そこのテトラで。ああ、そうそう、寝坊したんかと思ってましたよ。けえへんから。寝坊かな思いました。かけてくださいよ。一発かけてくださいよ。え、寝るぞ。寝る。いやー、でも日本上がってるし、にゃほにゃほさんこの間ヒットさせてましたよ。だからマックス行ってホールエディション買ってきましたよ。ギャロップホールエディション。ほぼ売り切れてたけど。あれでしょ、ドラッグかな、怖いとこ。あれ、はい、
何が追い回してシーバスかなんか分かんないですけど、おーおお出た出た、でかいな、広範囲に出てるわ。あれももっと近づいたらおもろいな。あの出方青もやったな。だからいい感じでしょ、釣れてもおかしないでしょ。ほらほらめっちゃわしゃわしゃやってますやん。トップかな。え？おお、完全にベイト走ってるやん上を。あれ青もんちゃうんすか。なんか下ついたら多分青もんやで。あの動きはね。うん、おごっついわ今の。いてるやん。やっぱり。イワシやな。イワシっぽいですねあの逃げ方。あれ近づいてきたら激アツや。新編で一撃やです。すげえ、はい、6時19分、完全な青もやな、青ものナブラ出てるで。おおごっつい、あんなとこまで行ったよもう。ちょっと早いで、カタクチイワシかなんか追い回されてるで。あ、そうですね、塊が青ものの塊がちっちゃい。もうどっか行った。あ、あんなとこ行った。おー正面や。え、右にも行った。はい、おーおー、あっこめっちゃでっかいやん。ごっついあれ、取り付いてるわ。おーおーおお、これはええ感じやで。あれすごいな、これ見たら来たくなるでしょ。いつ釣れるかわからへん思って。6時20分、ドキドキタイム終わった時間。ここまでしんどい。やるまんまやで。どこが？あの堤防のとこすごいっすね。鳥いっぱいっすよ。そうやな。やっぱあそこの鎖国が一番ええもんな。ねえ。えらい上から投げますね。ジグやもん。いや僕もジグですよ。ジグは上から俺は。ああ。下には。お、堤防の中に入ってきた。持ってきてないし、ごぼう抜き。まさかあのこのお乳のタモの入魂がブリさんの釣ったやつになりそうやね。お、跳ねた。今掘り込んだとこで跳ねたベイト。おるんや、あそこにイワシかなんか。またや。ご用件は魚連れてきて。早してよ。え、今やっているところです。早して。すみません、よくわかりません。なんじゃそりゃ、また酒を出して。魚ってきた。対応してって言ったら、今やってるとこですって言われた。すげえな、逆らわれたわ。もうええよ、バイバイ。6時27分ジグ着水と同時にベイト跳ねたで。トップ投げようかな。着水と同時にベイト跳ねたで。もう一回投げてみようかな。投げて跳ねたらな。おりゃ。まあ、今回は跳ねへんかった。サインくださいっていう人。よいしょ。風じゃなくて水鳥やから期待できるなあれ。
おーおーおーおおおおおすげえ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 。おお、あっこでやってるわ。寄ってけへんすね。さっき結構近かったのに。でも気付いたら手前来てるんですよ。だからほんま気緩められへんすよ。いつ来るか分からへんので。はい、ジグ減らしてきた。使わへん多いから軽なったで。砕けた新編ってまだ持ってたんや。見て、バキバキに割れた新編。バキバキに割れた新編、ボラ釣った時の。まだ持ってたんや。張り替えてないけど。よし、下が取ってきたぜ。下がピーン、張り替えてないけど、強化針にしてないけど、いけるやな。よし、つけとこう。落とすで。はい、投げた時にベイト跳ねたからな。よし、はい、新品ジェットサーディー C コンタクト行くで。トップ狙い、おりゃー飛べー。ベイト跳ねえんな。さっき跳ねたのよ。あぶね。いつ来るかわからないですよ。走ってこ。え？上に向けるように。あ、ほんまっすね。寄ってけへんかな、ナブラ。僕がこの間、海上警察ですって声かけてきた人。はい、はい。顔だけ隠しといてもうたら。釣りしないんですか？10分ぐらい座ってるじゃないですか。ほんまや、あっちの方が大きい。はい、6時48分。え？やめてくださいよ。まだやってないじゃないですか。7時52分や。あ、6時50分。はい、かけますよ。トップしか狙ってないけど、いつもわっと来てもいいように。ジムでやってましたね。ね、おお、あれめっちゃ浮いてる。あれ V、 え、鉄塔ね、え、空の上に見える。うわっ、アップね、切れるとこやった。ぶつけてもだ。いや、新品を新品ぶつけた。最低。6時53分新品の新編テトラにぶつけたのだ。はい、うわ、ぶつけた。気づいてないか。お、跳ねた跳ねた。そこでベイト。6時55分目の前でベイト跳ねたで。これはいい感じやな。あー、ほんまやほんまや、いってるいってる。
早いわ。青物やな、あんだけ早けりゃ。ねえ、釣りてえな。うおりゃー。はい、そうなんですか。へえ。カジキマグロ。何年前ですか。何年前ですか。3、4年前。へえ。すげえな。で、あげれたんですか。すげえ。あー、ここでまだバシャバシャバシャやってるわ。60、57。お、出た。あ、ちゃうわ。え、出ましたよね、そこ。あ、そうしたよね。ね、目の前でめっちゃ届く範囲。大興奮や、目の前で出たで。前に来たら来るんじゃん。ドキドキや、ドキドキやで。来い、来てくれ。素通りか。素通りやな。目の前でナブラ出たで、7時。大興奮や。え？え？はい。たこ焼きパーティー？お、来たー！やっ！来たー！嬉しい！けえへんと思ってたら、ほんまに来たで。おー、よー、引く。やった。うっそー、嬉しい。初入港や。やばいやばい、長すぎるやこれ。ちょっと待って、タモが長すぎて入れへん。入った。やった。おー、やったぜ。来たやんけ。おお、トップ狙って正解。バッシー来ましたね。見ましたよ。うまい、飛んで。ドバーンって来たの。やったやった嬉しい。初入魂できた。トップ正解。おったやん。でかいっすよ。メジロちゃうのかこれ。微妙。来た来た、やったったで。やった、トップ狙ってた正解おったやん。はい、さあ置かれへんから。難儀いや、このまま頭に置いときます。いえ、え、あります。バケツあるって。血抜きバケツが。落とした。ちょっともうむちゃくちゃやねんけど。はい、バラしてもらうとこやった。ちょっとあかん、ここ。はい。はい。でかいでしょ。ハマチ大ですかね。あ、ごめんなさい。無理やりもらったやつ追ってまいりました。もうバタバタで。ね、やった、これは嬉しい一発やった。トップ狙って正解や。
大興奮や。はい、写真撮ったことも写ってこれどうなって、いや、ったなね、ほんまにやりで60余裕で超えてる、はい、え？ほんまっすね、ほんまや、え？え？トップ正解、え？そうですよ、新編釣れるとは思ってなかった。おっ、釣れるのは間違いないな、ねえ、トップできたで、そこじゃなくて、はい、来ましたよね、ファイトの仕方やったわ、ねえ、あれやったら映ってるかもな。いや、僕ベイトが目の前跳ねとったから、おるんかな、トップおるんちゃうか、おるんちゃうかと思ってやってたら、落としてやから下でやろう。どうぜ、これは嬉しい一発だ、ふう、でかいでしょ、でかだよ、ね、山でも細いな、はあ、口はでかいですけどね僕、誰のこと言ってんのか、嬉しいね、これは嬉しい、なんでですか、なんでですか、やった、今日は入魂できると思ったらできた、当たりました、激アツや、しかない、弾長すぎるわ、じゃあもう一本行こう、ほらできました、7時8分、釣れたの5分ぐらいかな、当たったね、タモ入魂できた、めっちゃ嬉しい、それも大好きなトップできた、だいぶ近かったですよね、ね、目の前でしたよね、びっくりしたわ、何が食いついたんかな思った、体力ないな、大きさの割に引かなかったっすよね、え、すごい分かるな、細いかどうか、うん、頭でっかい、はい、はい、今も少ないんでしょうね、やっぱりベイトを跳ねたりしてたからおったんですね、それもボトムで当たったのチョウガしか聞いたことないのに、海面ジャンプしてくると思えんかったな、ねえ、あれここで起こったら入れ食いっすよ、ほんまや、ここで
水上警察じゃない、公安局来て速攻捕まりますよ。空港から2キロ以内やからね、今電波拾ってるか、電波パトロールしてるから速攻ですよ。これは毎日来なあかんわ。ここや、ここで来い、ドーン。え、はい、買ったばっかりのハリック強化針に変えてへんから心不安やな思ったけど、がっちり入ってましたよ。日本ハリ根元まで育てたんで絶対バレへん。7時15分。え、そこや、そこで帰って今日はボラじゃなかった、よかった。今日はボラじゃなかったで。7時18分。いや、この間、あ、これボラでしたっけ。あ、ボラあれボラか。投げてないですやん釣れへんて。投げてないですやん。あ、待て、ブリ釣れたで。ブリちゃん、メジロ釣れたで。まあ早してよ。メジロ釣れたで。やっている。ん、早押して、メジロおめでとうって言ってブリさんが言ってくれた代わりに申し訳ありませんが、今リクエストを受け付けきません。もう出てくんねん、ほんならもう。いや、勝手にシリ出てきといて、今はお受けできませんって言われた。シリに、ヘイシリ、シリ吹いてるかな？わかんないです。それはできませんって多分言いますよ。できるのわかりませんとか言って。はい。竿を立てる音してないから嘘やなって思った。竿を立ててる、聞こえなかったですよ。いや、ラインバシャーってなるじゃないですか7時28分。気づくんすね、あんだけ離れてても。あ、僕そんなに声出してました？え、来たって言いました？言ったかな。黙って僕、ま、騒いでた。お前、おー、来たー、やっ、来たー、嬉しい。うわー、うわー、けえへんと思ってたら、ほんまに来たで。おー、よー、引く。やっ、言いましたでかい声で全然覚えてない。全然覚えてないわ。そんなでかい声出したんか。あれ、待ったや、もう何、おめでとうって言って。早くしてよ。え、何か問題が起きましたって何の問題。喋れへんやん、今日出てくるけど。お、いい感じや、来るぞこれ、ドーン来るぞ。え、ね、食うで食うで、来い。やっぱ水温上がったからやで、ベイトもおるし、流しを1日目やもの。はい、長潮一日目でも来たやん。また出てきた。なんなんすよ。待ってるよ。何のお手伝いをしましょうか。
おめでとうって言って。無視か。もうええわ。わけわからへん。出てくんなって。33分。わかんないっすね。一番人が使わへん言葉なんかもしれないですね。よく使う言葉やったら連発して出てくるじゃないですか。まあありますけど、変異ってつけな無理でしょ。はい、シリだけ言っても出てこないですよ。変異って言うて、シリって言ったら出てくる。全然投げてない。僕の半分も投げてないですよ。僕の半分も投げてないですよ。座ってるし、ずっとずっと座ってますやん。え？あってたやん、ちゃんと。30分前ぐらいまでね。わあ、44分、あと1分。うわあ、ラス1だ。楽しかったな、ブレたでや。嬉しいね。今日は最高。時間っす。時間っすわ。長すぎるっちゅうね。長すぎるっちゅう。入魂できた。やった。やった。嬉しい。まだ生きてるやん。まだ生きてる。まだ生きてる。いや、もう重くそっち抜きしましたよ。しゃあないじゃないですか。それ以外できないんですか。あれ、いや、もうぶら下げていきます。ありがとうございました。助かりました。え、なんで今日音なれへんやろ。あんたがいろいろ言うから、シリ怒ってもね。全然喋れへんし。まだ生きてる。ハサミあるやん、ちゃんと。はい。65か。ハマチやな。いい感じ、嬉しい。すげえ。よかったっす。ここ切る。はい。よかったよかった。これで動脈や。あ、ほんまや。あ、ほんまや、まだまだ血出てるわ。ほんまや、これで動脈や。まだまだ血出てるわ。ほんで、ここで、ここで一旦切るやん。はい。で、これでほんま泳がすね。はい。心臓がボンって動かして血ズボンって出るね。あ、で血で切ったら、もうここ切ったらエラ出して、はい、エラのこの付け根あるやん。付け根のところ、はい、ここナイフガガって入れんね。あ、ほなここの今言うてる血の、あっこの血を今度出す。へえ。だからこれで心臓動いてる限りは動脈から血出るから、はい、なんぼでも。うん、簡単に血こんだけポトポト出たよ。はい、まだ出る。ありがとうございました。ああ、ありがとうございました。いや、知らんけどな。うん、釣れた。覚えました。ブリコーダ。え、ブリ3コーダ。仕事出たってる。おちやんが間に合うかな。え、おちやん間に合うかな。おちやん、 NHK 連続ドラマ。知らんよ。あっちも手袋だよ。どこ。あー、ほんまや。あー、ほんまや、ほんまや。近づいてますね、だいぶ。いや、新編です。はい。持って帰っていいですか。なんでですか。
何ですか。あ、お疲れです。うわ、ボラまみれ。やばい、おじゃん始まる。心臓、7時57分。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいと思っていただけた方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしています。